は大気に溶けてしまう。ここは怒らせちゃまずい。いいかな。どうぞお楽に。どうか見た目癒し系でありますように。ごめんよ、驚かせて。人間の姿になれんの？あ、擬態だけど。超、マジ、同じだ。この人、有名な人？てかね、この選手は、これから絶対有名になるって俺は思うわけよ。とにかく速いのよ、ドリブルが。それだけじゃなくって、スリーポイントとかもガンガン決めるしね。へぇ、素晴らしい人なんだ。あんた、破壊したり、征服したり、操ったり、しないよな。しないよ、そんなこと。僕は、キーフ。あ、俺、かける。よろしく、かける。こちら、エリア JW 上。円盤が墜落した痕跡は発見できません。じゃあ、キーフはさ、その惑星ネリルって星の宇宙飛行士だったんだ。ああ、惑星ネリルはもう寿命が尽きかけていてね。僕は仲間たちが移住できる星を探して宇宙探査に出ていたんだけど、ワープ航法する宇宙船では短い時間でも、母星では遥かに長い時が経ってしまう。新しい惑星は見つからず、僕が任務交代のために母星に戻った時、惑星ネリルはすでに消滅してしまっていた。キーフはそれからずっと一人で宇宙を旅してたの？地球はね、カゲル、僕が初めて出会った命の惑星なんだ。誰かと話をするなんて、本当なんて久しぶりなんだろう。地球を案内してやるよ。綺麗なとこいっぱいあるんだ。キーフ、どんなとこ行きたい？本当に？帰る場所も仲間もなくして、ずっと一人で旅してるなんて、自分ならどんなに辛いだろうと思った。俺はとにかくキーフを喜ばせたかったけど、その時俺はまだキーフがどんなに不思議な異星人なのか、ちっとも分かっちゃいなかったんだ。昨日の円盤の情報はどうだ？金の市民から昨夜緑色の光を見たという情報が数件。よし、念のため地上パトロールを頼む。了解。すごい、なんて素晴らしいんだ。あー、ちょっと、こんにちは。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 キーフ、拾ってあの子に投げてあげて。ありがとう。こちらこそ。こちらこそありがとう。水だ。水がいっぱいある。あ
町には木だっていっぱいあんだぜ。かける、あの木まで競争しよう。競争ってのは、よーいどんで始めるもんで。寄付？たくさんの水、たくさんの木、たくさんの仲間、命の惑星だ。このまま人間の格好で暮らせばいいじゃん。わかんないことは何だって俺が教えてやるから。カケルはなぜそんなに僕に人間の姿でいろって言うんだい？それはその、あ、喉渇いたからなんか買ってくるな。はい。カケル、地球の人たちは異星人を敵だと思ってるんだね。それでカケルは僕に人間の姿でいろって言ったんだね。カケル、地球じゃ異星人は人間を傷つけるもの、侵略しに来るものだと思われてる。俺もキーフに会うまでそう思ってた。仕方ないんだ、今までずっとそうだったから。やばい、ダッシュだ。ダッシュってここに書いてる怪獣や異星人から地球を守ってる人たちかい？そうだよ、早く逃げないと。何やってんだよ、逃げないと捕まるだろ。カケル、僕はあの人たちと行く。キーフは異星人なんだぞ。捕まったらもうこんな風に自由に走り回ったりできなくなるんだぞ。僕は悪いことを何もしていない。これからも絶対にしない。だから行くんだ。何わけわかんないこと言ってんだよ。勝手にしろ。俺はもう知らないからな。僕はネリル星から来たキーフ。僕はこの星の人間を傷つけたりしない。僕はカイト。とりあえず僕たちのベースへ。君は。先日ダッシュによって捕獲された自称友好的な宇宙人ネリル星人のキーフ。世界各国から来日した科学者による特別調査団が連日分析を急いでいますが、なんか外見危なそうだよね。異星人が地球にいるっていうのは落ち着かないよな。現在電波を遮断する特殊な部屋に隔離され、すごくくたびれてるみたい。キーフに攻撃能力がないことはもう分かってるはずです。ろくに休息も取らせず、連日こんなに立て続けに検査をしたのではキーフが弱るのは当たり前です。エイリアン自身は苦しいとも辛いとも言ってませんよ。キーフは捕獲されたわけじゃない。自分から僕たちのところへ出てきたんです。そう、つまり侵略者のスパイかもしれない。我々は一刻も早くあのエイリアンの全てを知る必要があるわけです。キーフ、彼の名前はキーフです。あのエイリアンじゃない。バカバカしい。ここにいると私までおかしくなる。では検査があるので失礼。弱って死んじまったらあんたの責任だぞ。カイト、5秒後にビデオに切り替える。了解。
君なんだね。この星を守ってる巨人は。ごめん、何もできなくて。これは当たり前のことだよ。異星人はこれまで何度も地球を侵略しようとしてきたんだ。人間は異星人に気をつけなければならない。僕が科学者でも同じことをする。なぜ逃げ出さないんだ。こんな思いをしなくても君は交流したいなって今すぐここから逃げられるんだろう。ああけど今逃げれば人間から信頼は得られない。人間は君を一生研究所から出さないかもしれない。分かってる。キーフ、どうして何が君をそうさせるの。さあムーシュ、僕のふるさとの言葉だ。さあムーシュ。カイト、すぐに部屋を出て。また来る。カイト、一つだけ頼みがある。ネリル星人なんてさっさとやっつけちまえばいいんだろ。自分で友好的なんていうのが怪しすぎだよな。そんなのわかんねえだろ。人間にだって悪いことするやつはいるんだ。異星人にだっていいのと悪いのがいるかもしんないだろ。なんだよお前。はい、やめようね。なんなら俺と運動するか。鍛えてやるぞ。余計なことすんなよ。キーフは君に会いたがってる。彼の体は弱ってるんだ。だから俺は行くなって言ったんだ。人間のままいろって言ったんだ。かける、キーフは今日の夕方ハーグの研究施設に移される。どうする。君が決めることだ。キーフが人間の姿になるんだったら会う。土方君、君たちは覚悟庫までで。いい、分かっています。キーフ、キーフ、少し休ませないと危険だわ。早く立たせろ、輸送機が待ってる。では機内にすぐ救急体制を整えなさい。私に指図をする気ですか。キーフを失えばあなた方は研究もできないでしょ。すぐ医療室へ。はい。その前に少しだけ時間をいただけませんか。キーフ、かける、君にどうしても話しておきたいことがあったんだ。体大丈夫なのか。なんでこんな。聞いて、僕の後にもこの美しい惑星を好きになって心から人間と友達になりたいと思う異星人がきっと現れる。でも彼らは僕のように人間の姿になれるとは限らない。彼らは異星人の姿をしてるせいで侵略者だと思われてしまう。そんな時、もし過去に一人でも人間の信頼を得て本当の友達になれる異星人がいたら少しは違うと思うんだ。僕はね、かける、その最初の一人になろうと決めたんだ。その時俺は
初めてキーフが見ているとてつもない未来のことを知った。それはいろんな種類の友好的な異星人がありのままの姿で人間と友達になっている未来だ。キーフはそんなとてつもない未来のために自分の一生をかけたんだ。キーフ、ネリル星人の姿になってくんないか？キーフはどんな格好してても俺友達だから。エリア JT412 に異変、異生命体接近します。お願いします。キーフ、やっぱりあのエリアはスパイだった。あいつが異生命体を呼んだんだ。キーフ、あんなことしねえよ。なぜこんなひどいことを。
俺、ここからあの木までキーフと競争したんだ。さ、ヌーシュ。キーフが教えてくれた言葉だ。ネリル星の言葉で、憧れという意味だと。憧れ？キーフは言ってた。憧れは、僕たちの手と足を動かす。つまずいても倒れても、あの遥かな地平にたどり着こうと、僕たちは歩き続ける。憧れは、僕たちの手と足を動かす。つまずいても倒れても、あの遥かな地平にたどり着こうと、僕たちは歩き続ける。俺は、キーフが憧れた遥かな地球の未来を思った。大気に溶けたキーフはきっとこの地球の風の中にいる。そして大地を吹き当たりながらキーフはこの惑星の未来を見つめている。そう思った。クリスマスの買い物に出かけたエリーが出会ったのはペテン師博士と呼ばれる謎の男コリ博士。そして二人の珍道中が始まった。次回ウルトラマンマックス、クリスマスのエリー。